じゃあここはですね、三重県、伊勢市、宇治山田駅というところでございまして、そう、企画のね、内容とかね、伊勢中川駅でね、言おうと思ってたんですけど、すいません、電車がもう結構ギリギリだったんでね、ついつい専用列車が来てるとかって見とったらね、すごいギリギリだったんですよね。ということでね、改めてね、企画発表しようと思います。今回のね、企画何かというとですね、これです。何か。今回はですね、このね、要は泊まりの駅、いわゆるね、俗にというか、俗にではない方の、ターミナル駅ですね。近鉄はね、いろんな支線とかがありますんで、各地にね、名古屋から大阪にね、京都に奈良にとね、あちこちに路線を張り巡らせて、で、その先々にですね、結構ね、細かくね、支線が分かれてるんですよ。ね、で、せっかくなんでね、これでね、いろんなところに、ね、駅に行けるわけですから、これを使わん手はないと、ということで、今回はね、この、いわゆる、英語で言うところの東端駅、ターミナル駅ですね、のところを回っていこうかなと思います。まあ、一般的にね、日本で、ターミナル駅っていうと、でかい駅って言って、東京駅とかね、ああいうような感じのイメージがあるんですけど、本来のターミナルっていうのは端っこの駅っていう意味なんで、でこういうね、端っこになってるところってことなんですけど、ただね、初っ端はこれ、宇治山田駅に来た方がいいですけどね、これ宇治山田駅みたいなところ言ってたらね、私ね、多分知らんというようなところあるはずなんですよね。基本的にはこのね、線形になっているところでね、普通の島、ね、島型でもないですけど、まあ、島型とかね、のところに、宇治山田駅はね、私も知ってたんで、ここね、一部、ね、引き込み線の代わりになっているような、普通列車しか止まりませんけどね、っていうのがあるよっていうのは知ってたんで、とりあえずここから押さえてみましたけど、まあちょっと飛ばしてたらすいません。とりあえず分かってるだけで24駅あるのかな。一応ね、ざーっとね、自分が分かってるところをね、開けてみますよ。いわゆる端っこになってる駅ですね。かしこ島、かしわら神宮、吉野五世、で、河内長野に、阿部の橋、かしわらに、市議山口に、高安山に、大阪上本町、で、大阪難波に、長田、楽県奈良、富ヶ丘、京都奈良、天理、西田原本、新王子、王子、でこれは、ケーブルカーですね、鳥居前で生駒山頂で、どこからちょっと見えてドーンと飛んで平田町、湯の山温泉、名古屋駅と、これだけあるんですね、端っこになった駅が。あ、もう出てきそうですかね。この伊勢宇治山田中川間は数万運転なんですね。ということでね、このね、ここ端っこの駅をね、全部押さえてこいじゃないかということで、それでもあってね、朝から動いてるというわけですね。朝の5時半の電車から乗ってますからね。ということでね、順次行こうと思うんですけど、確かに石塚川駅もこんな構造になってましたっけ。なってたら一応降りましょうかね。ああ、こんな構造って、こっちの方ね、ターミナルの方ね。この構造はね、多分ね、ここだけですからね。で、これ、宇治山田駅ってこんなね、謎のスペースがありますけど、昔は、ここに三宮線の列車が来て、で、実はここから直接、伊勢神宮、お伊勢さんね、行く、下空の方にね、走っていくバスがここに着いて、で、ここのロータリーでくるりと回ってですね、ここに入って着いて、そのまま、乗り換えて、お伊勢参りができたらしいですね。その名残が今でもここに残ってるということね。これ結構ね、昔からある、戦前にあるらしいですけどね。なんでこちら側にも屋根があって、こうね、そのまま網の木でもね、乗り降りができるという構造、意外とここになんないんやって人もね、いるらしいですけど、実はね、そういう名残らしいです。で、あ、ここにも書いてありますね。これは後から作ってますよね、ラミネートで。転車台となってますよね。そう、ターンテーブル操作、まあ、今でもこれ一応ターンテーブルとして生き残ってるんですね。ここまでバスがやってきて、登ってきて、ここでターンして、そこで待機して、で、乗せて、そのまま、ですね、下空の方ね、に、ゴーンってしてたらしいですね。正直、あす、もう本当に、一瞬の出来上がりが来ちゃったんで、眠いですよね。さあ、次の列車は、
っちの保育園が24分、あ、もう意外とすぐ来るな。一応まだ行くよ。まあ、あるってあるんですけど、ちょっと時間が早いですからね。全然ですからね、もう入ってないはずなんですよ。ですんで、まあ24分発の小川行きで、そのまま、ちょっと石塚が小川方面まで行ってね、まずはね、賢島を目指すという形になりますからね。さあ、結構壮大な天気で、多分今日で終わらんと思うんですよね。それで今日2日時間を取ってありますけどね。さあ、もう一時ですね、24分、今19分、7時19分、ね、取り始めから、2時間半が経過しようというところですけど、まだまだ7時半なんですね。まだまだ先は長いです。もうさすがにもう7時回ってるんで、駅のコンビニの人に泣いてますね。結構改めて見てみると公衆電話ってまだあるんですね。向こう側のねところにも、そういうふうに言ってるんですね、そうなんですよ。このままね、賢島に行ったところで、ね、賢島朝行ってね、食べ物があるかないかって言ったらね、ないんですよね。もうこれは分かってるんですよ。当動画でもね、以前取り上げております。あの始発か賢島行き普通列車に乗ってね、7時ごろのね、賢島に行ったけど何部だかっていうね、痛い苦い経験がありますからね。今ね、駅内のコーナー放送でもありましたけど、基本的に、名古屋方面、大阪方面の電車というのはこっちの一番端の4番ホームから出るんですよね。それがね、やっぱし一部ここのね、引き込み線というか、ね、この線もですよ、このね、ターミナルになってるね、このこっちの方にね、東駅止まりの新宿宇治山田駅に来ている東駅止まりの電車がやってる。それを見返すときはね、やはりこっちの方が出てきますから、この2番乗りか、名古屋、一番乗り場もそうですかね、こっちの中川方面ですね、買うという、流れになってるんですね。まもなく3番乗り場、5番乗り、普通電車、5番乗りの普通電車が2両編成で参ります。危険ですから、黄色い線までお下がりください。5番は各駅に止まります。この電車は5番から賢島行き、普通電車に変わります。5番へはこの電車が先に到着します。Thank you.